まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。非常に苦しい中での展開で、1点先制されながらも、見事逆転ゴール、決められました。今の心境お願いします。まあコーナーキックからだったんですけど、まあ、いいボールが上がってきたんで、まあ、自分は触るだけだったんで、まあ、あと後ろも守ってくれてたんで、もう味方に感謝しかないです。ありがとうございます。来週決勝、決勝への意気込みお願いします。決勝はチーム全員で、まあ、大津を倒すってことを目標に立ててたんで、それを目標を達成するためにまた1週間準備したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。